種ボバ。種ボバとは繁殖用のお馬のこと。種馬とも言う、牛、豚、羊などの畜産では優秀なしオスの生死を再出して凍結保存することが許されているが、競争馬に代表される馬さんは、一般的に人工受精や凍結生死の利用などによる人工的な妊娠手段を拒んでいる。凍結した精子は保存や運搬、売買が容易であるが、 馬さんにおいては常に生きたシ母馬が生きた繁殖品馬、種品馬に直接交配をする必要がある。従って優秀なシ母馬があっても繁殖品馬にとって移動不可能な地域にいては交配ができないし、またいずれは寿命で死んでしまうため生産界は常に新しい優秀なシ母馬を創出し発見する必要がある。また競争馬の場合、 後輩が行われてから子供が誕生して競争年齢に達して一定の成績が判定できるまでに4年から5年ほどの時間を要することから新しくシ母馬になったものが優秀であるかそうでないか判明するまでにタイムラグが生じる。これらの事情によりシ母馬の市場は他の畜産市場よりも流動的である。この項では主に競争用の種母馬について説明する。 常用や食肉用の種ボバでは異なる点もある。日本では国内で競争を引退した競争馬、競争に出場していないが、血統などから期待されて種ボバになるもの、海外から輸入されるもの、などの経緯により、新しく種ボバとなる。繁殖に用いられる馬については、血統管理が必要とされているため、野生馬を捕獲して種ボバ、繁殖品馬もにするというようなことはない。 当然、生殖機能を有してなければならないため、人工受精は認められない。生殖機能を失った、馬も種母場になる資格はない。生殖機能を有し、種護場になっても、何らかの事情によって、生殖能力がないと判明する場合もある。馬の品種によって、登録を行う機関は異なるが、サラブレッドを含む、軽種馬の場合は、日本軽種馬登録協会が、 血統登録を行っており、新たにサラブレッドの種ボバとなるものは日本系種馬登録協会で登録を受ける必要がある。種ボバの所有者は繁殖品馬の所有者から種付け量を取って交配させる。実績のある人気の高い種ボバほど種付け量は高額となり、日本国内の最高水準の種ボバの場合、 口日のように必ずしも全てが額を公表されているわけではないが、公表されているものの中にも1000万円を超すしつけ料を取るものいる。一方、人気のないシュボバの場合、しつけ料を低く抑えたり、場合によっては無料や交配した繁殖品場の所有者に一定の金品を提供することで繁殖品場を集めようとする場合もある。この場合、シュボバの所有は、 事業として行われるというよりは、趣味として行われている場合が多い。また、かつて橋不良は後輩そのものに対する対価であり、貧馬が妊娠に至らない場合でも返金されないのが、通例であったが、1980年代から、以下のような、新しいしつけ料の支払い形式が登場した。など、新しい形式が生まれている。一時、あるしぼばが、後輩した貧馬の所有者に、 景品として抽選で自動車をプレゼントするという広告を行ったが、これは禁止となった。こうした新形式の登場の背景には、種付券の取引市場が確立されたという事情がある。かつての馬産会では、繁殖品馬の後輩相手の選別、しつけ料の支払いから、産駒の誕生に至るまでは、不確定要素が多く、当事者にとって、 かけとも言える大変大きなリスクをはらんでいた。しかし、1970年代の米国に、ノーザンダンサーが、種ボバとして登場すると、その3区は、安定して、優秀な成績を出すと考えられて、ノーザンダンサーの種付けを行うことは賭けで、あるというよりは投資であるとみなされるようになった。このようなリスクを分散させるために、現在、高額で人気のある、シュボバは、 個人が所有するよりも、シンジケートと呼ばれる法人による所有が一般的である。この法人は、種ボバの種付権を株に分割して、シンジケートの構成員がそれぞれ所有し、株の売買は一般的に自由である。現在、シンジケートは60口で構成されるのが通例である。例えば、ディープインパクトの場合は一口8500万円で60口。 総額51億円でチンジケートが組まれたと言われている。この場合、仮に種ボバの所有を単独で行った場合は一人で51億円ものリスクを負うことになるが、チンジケートを組むことで一人当たりのリスクは8500万円に抑えることができるというメリットがあり、この手法によって従来では考えられなかったような高額の種ボバの売買が可能になった。株の名義者は、 一株につき、毎年一等の後輩権利を有するとともに、種ぼ場の維持のための様々な経費を持ち分に応じて、分割して負担する。株は売買も可能で、そのための市場も存在する。株の売買は、株の所有権を完全に売買する、もの、本株、単年度の権利に限って売買する、もの、シーズン株、ノミネーションがある。六十口のシンジケートを組んだ。 シュボバでも毎年60頭以上の種付けが行われる場合があり、これを予定という。予定し付けによって得られた利益は株の所有者に分配される。株の所有者は株主総会を開いてこうした予定の数を決めるなどの運営を行うが、種ボバの価値が低下した場合はシンジケートが解散され、シュボバが売却される場合もある。種付け量の価格はシンジケートが組まれる場合や市場で、 種付権が売買される場合、種ュ場所有者によって公表される場合もあるが、公表されない場合もあり、この場合、付け料はプライベートと表示される。プライベートの設定になっている。種ュ場の種付けを希望する者は、種ボ場の所有者と種付け料について、直接交渉することになる。この場合、種ュ場の所有者は、種付け数や種付け料を自由に設定でき。 例えば300万円以上の種付け料を提示した申し込み者には全て応じるとか、あるものには200万円だが別のものには250万円で種付けさせるとかといったことが可能である。ただし相当な人気種母場でなければ、このような手法は通用しない。このような主府権の売買市場と売買手法は1970年代から1980年代の米国で急速に発達し、 米国とヨーロッパとの大陸間の種付近や種ボバの売買も活発化してグレード性、グループ性と呼ばれる競争の統一格付けも生み出された。また、シュボバの価値を高める手段としてマーケティングの手法が導入されることにより新しいシュボバが登場してからその産区が走り始めて進化が判明するまで5年程度要するにもかかわらず2年や3年といったもっと短いサイクルで タネボバの投打が行われるようになった。こうした事情により、米国ではサラブレッド取引が投機化し、1000万ドルを超す巨額の取引も行われるようになった。日本でも1980年代から、ヤシロ大グループがこの手法を積極的に取り入れて、大成功し、バブル期には CB スタッドがタネボバのテレビコマーシャルを放映した。サラブレッドやアングロアラブなど、 競争馬として主に用いられる種の場合、競馬開催の根本に優秀な種を選別するという目的があることから、基本的に競争成績優秀馬が種ボ馬になっている。ただし、競争成績が優秀でなくとも優秀な身体能力を持っていると判断されたり活躍馬の謹慎など血統が優れているなどの要因があると種ボ馬になることも多い。 成績優秀であるからといっても必ず良い産区が生まれるとは限らない。競争馬時代は大活躍したオグリキャップが引退後守護馬となったが、スターホースということで当時は話題となり、種付けの申し込み数も多かった。しかし、産区の成績が芳しくなく、近年は勝ち馬、ある競争を勝ち上がる、競争馬どころかその地を持つ馬ですら見ることは珍しい。また、 ラムタラはその優れた競争成績から44億円という当時としては最高額のシンジケートが組まれたが、これといった活躍場を出すことができず、購入時から大幅に値を下げて売却されている。また、シュボバは生産会からの需要の問題もあり、一概に実績を残せばタネボバになれるわけではない。2000年以降でも、交流 GIJ プニー系7章を挙げた。 ブルーコンコルド、喫下賞、メルボルンカップを優勝した、デルタブルース、G.I.J. プニー含め参照したサクセスブロックンなどは、引退後に種ボバ入りしていない。逆に全く競争成績の伴わなかった馬が、種ボバとして体制することもある。有名な例は、ミル・ジョージ、1989年度全国、リーディングサヤーである。また、 競争実績もなくミル・ジョージの代替的な存在として扱われていたが、GI 馬4頭を出したマグニテュードを牧場所有のアテウマ犬種ボバでありながら、優秀品馬、オークスの優勝がコスモドリームを出した無前大王のような例もある。近年では競争不出走のサン三里が地方競馬で数多くの重賞優勝馬を出している例がある。海外での例としては、ダンジグや ミスター・プロスペクターが有名で、成功という領域を超え、もはや世界的な大種母場と呼ばれるまでになっている。これらの新種母場の種付け配合の参考にしてもらうために、毎年2月ごろ、北海道日高地域を中心とした馬産地の牧場を会場として、新種母場展示会、スタリオンパレードが行われている。 日本国内の軽種の種ボバの相当数は1991年には600頭を超えていたが2004年には320頭余りにまで減少した。種ボバの数が減るという状況は優秀な種への選別が進んでいると考えることもできるが多様性が失われてつまらないと感じる者も,もいる。種ボバの数が減った原因はバブル景気の後退、地方競馬の廃止縮小、 地方競馬におけるアラブ競争の廃止縮小等が考えられるが、一方、馬医療の進歩で多頭数の種付けが容易になったことも挙げられる。1980年代頃までは一般に一頭の種母馬が一シーズンに種付する頻馬の数は多い、場合でも50から80頭程度であった。もちろん例外もあり、西遊やミルジョージは100頭を超える頻馬に荒廃した年度もある。 一度の種付けで貧馬が妊娠に至らない場合は、再度しつけが試みられることもあるため、実際の交配試行数はこの数を上回る。種付けのシーズンは春に限られるため、人気種母馬は多い場合で1日に数頭の貧馬に交配することになり、これは種母馬にとって大変な負担となるため、一般的には過剰な交配は避けられてきた。実際に種付けの際に、 心臓発作などで死亡したシュボバは、毎挙に暇がなく、近年では、メジロアルダンやメジロブライトなどが種付け時に死亡している。1990年代から、貧馬の発情状態を正確に把握する技術が進歩し、1回の交配での種ボバの負担が減ったことなどにより、1シーズンに100頭を超す貧馬と交配するシュボバが出現した。 1993年に種ボバになったミュージックタイムは GII を一つ買った程度の成績であったが血統の良さを買われて初年度から132頭の繁殖品馬を集める人気種ボバとなり初期の3区からサプライズパワーが登場して地方競馬で活躍すると1997年には145頭の品馬を集めるに至ったそれまではあまり多くの後配を行うと 種ボバの遺伝の活力が損なわれ優秀な産区が、できなくなる、種ボバの寿命を縮めるといった俗説が通用していたり、交配数を制限して、希少価値を高めた方が種付け料の市場における、総和が高まると考えられていた。しかし、1九9三年にヤシロ大グループの総帥であった吉田全財が死去し、吉田テルヤを中心として、グループの再編が行われると、 方針転換が行われて、ヤシロ大グループに属するシュボバは、軒並み100頭を大きく越す頻馬を集めるに至った。ミュージックタイムは、その第1号である。1995年以降、サンデーサイレンスは183頭、富士奇跡が171頭、トニービンが159頭、ダンスインザダークは164頭、サマーサスピションが157頭、 タヤスツヨシが145頭、グルームダンサーが143頭、ジェイドロバリーが142頭と、従来の倍ほどの後輩数を集めている。ヤシロ大グループ以外でも、シアトルダンサー E が151頭、コマンダーインチーフが130頭など、後輩数は増加している。視点を変えると、その分だけ、他の種ボバの後輩数が減少しており、河川化が進み、 シュボバの淘汰が行われて種ネボバの総数が減っている。また、日本では欧米と比較して極端に狭い地域に馬さんが集中していることで、このような河川が発生しやすい状況にある。実績を残せなかったシュボバは廃用となる。ただし内国三シュボバや外国産馬として、日本で現役生活を行った馬の場合は、 廃用となってもファンの行為等によって女生を送ることができることが多い。特に中央競馬の重症競争を勝った馬の場合は、軽種馬育成調教センターの功労馬つなぎ、要展示事業による女性制度も用意されている。しかし、輸入手母馬の場合は、そのような保護制度がなく、ファンの愛着も高くないことが多いため存在に扱われることが多い。 ラムタラやピルサドスキーのように売却され別の国で種ボバを続けることもあるものの場合によってはファーディナンドのように殺処分されてしまった例がある2005年の生産統計によれば日本はアメリカ約3万4千頭オーストラリア約1万7200頭アイルランド約1万1800頭に次いでサラブレッドの生産頭数が多くアルゼンチン 約6,800頭、イギリス、約6,000頭、フランス、約5,300頭、ニュージーランド、約4,600頭などを超える、約7,900頭を生産する、世界有数のサラブレット生産大国である。一方で、これら諸外国と比べると、馬産地は極端に狭い地域に集中している。このため、広い大陸に生産地が散在している。 諸外国と比較して人気のあるシュボバには特に集中が起こりやすく、シュボバの河川が発生しやすい状況である。また、日本の高い経済力に下支えされた馬産会は、欧米と比べて旺盛な購買力があり、特にバブル期には世界中から名馬を購入していた。バブルの崩壊とオイルマネーの台頭、そしてヨーロッパで大活躍するサドラーズウェールズの子が、日本では さほどの実績を上げられず、日本には不向きであると考えられるようになるなど、近年では、種ボバとして、日本の競馬への適正がより重要視されることも、ありこうした傾向はピークを過ぎた。このような海外からの優秀な地の輸入、そしてその中での失敗の経験、その経験に基づく日本の競馬への適正重視の重要性を生産者側に知らしめたことは、 1990年代の日本競馬のレベルの向上に大きく貢献していることは確かである。過去には例えば1970年代以降、競馬ブームが加熱する中で、テスコボーイ、ミル・ジョージ等が成功すると、その父であるプリンスリー・ギフト、ミル・リーフの子を様々な事業者が次々と輸入し、結果的にこれらの一流の産区のほとんどは日本に、 輸入されるという事態となった。これらの中には、期待通りの成功を収めた者もいるし、期待外れに終わった者もいる。しかし、例えば、イギリスで、代々細々と受け継がれてきた系統の末裔である、アウザールを輸入し、守護場として失敗した時に、本国でこの系統がほとんど断絶してしまう状況を、見て、日本のこのような、買い漁りに対して批判がされることがある。 また同時に市場原理や競争場の能力向上を目指すといった観点は別として輸入種母場によって市場競争に敗れてしまう日本産の種母場を保護するべきだとの観点からの批判も繰り返し行われてきている。昼行の血統の種母場や数代にわたって日本で生産されてきた日本の競馬ファンに馴染み深い種母場が 市場原理や競争原理によって淘汰されてしまう状況に対して批判がなされる場合は、これらの批判はしばしば競争場の配合には主流決闘だけではなくて非主流決闘も組み入れることが能力向上に有効であるとの疑似科学な考え方に基づいている。そうでない場合にも優勝劣敗原則に基づいて能力の優れた守護場を残してそうでないものを淘汰するだけでなく、 細々とでも、不敬子孫の代を重ねていく、サイアーラインをつなげていくことも必要であるという、文化的な考え方に基づいた批判である場合もある。日本に限らず、自国で、馬産を行っている、あらゆる国では、たとえ、リーディングサイアーになったほどの実績のある、シュボバでも、断絶してしまったり、断絶寸前にある決闘もあり、かつて流行した決闘や、実績のあったシュボバで、 現在も、不景子孫が存続している血統はわずかである。3区の最初世代の総称である。ファーストクロップの3区を対象とした、ファーストシーズンリーディングサイヤーというランキングもある。3区の最終世代の総称である。国外などから、期間限定で、レンタルされた守護場のこと。主に海外の一流守護場をリースする。日本へ、リースされた馬の代表例にデインヒル。 パントレセレブル、ラストタイクーンなど、ロックオブジブラルタルも当初の予定に反して結果的に1年のみの日本教養となった。馬の種付けは春に行うため、北半球と南半球の季節のズレを利用し1年に2期種付けを行うシュボバのこと。代表例は、ラストタイクーン、デインヒル。日本では1997年に初めて試みられ、以降輸出が、 相次いでいでる日本国内で生産された守護馬のこと。産区は、父内国産馬として扱われ、父内国産馬奨励賞などの付加賞金や、父内国産馬限定レースへの出走権が与えられた。持ち込め馬も内国産扱いである。代表例は、日本ピロイナー、桜井豊を、ダンス・イン・ザ・ラーク、アグネス・タケオなど。かつては、 内国産シュボバが礼遇された時代が長く続き、2007年まではリーディングサイヤーを獲得した、内国産シュボバはクモハタとアローエクスプレスの2頭のみだった。だが2008年にアグネスタキオンがリーディングサイヤーとなって以降、マンハッタンカフェ、キングカメハメハ、ディープインパクトと内国産シュボバが次々とリーディングサイヤーを獲得している。このような流れを受けて JRA は2007年に、 父内国産場奨励賞2008年に父内国産場限定競争を廃止した。特定の種ボバが人気となった場合、おのずと種付け量の高騰や種付け等数の増加による受付終了、ブックフルとも呼ばれるが起こる場合が少なくない。その対応策として導入される人気種ボバに似た血統構成の種ボバを指して代替種ボバと呼ぶ。ただし代替種ボバが 一概に代用として扱われ続けたわけではなく、大体守護場の方が高い実績を残した例もある。なお、大体守護場の導入の経緯には、様々な事情があり、以下に、その代表的な例を挙げる。富士奇跡のように、実績のある期待場が故障した際に、即座に種母入りが選択されたことや、永新三離当実績に関係なく、 これらサンデーサイレンスの初期産区がこぞって種ボバになったのも代替種ボバとしての需要があったためである。特にサンデーサイレンスは種付けが極めて高額であったため、この傾向が顕著であった。サンデーサイレンスは2002年に死亡しており、富士奇跡は種ボバ実績からもすでに代替種ボバではなく、後継種ボバという位置づけにある。ブライアンズタイムのように、 本物以上の成功を収めることや、リーズナブルなしつけ量と成績を比較すると、まずまずの成功を収める馬もあるが、一般に競争実績がなく、決闘だけで種ボバになったタイプの馬は、相応の実績を上げない限りは種付けの申し込み数はそれほど増えることはない。むしろしつけは年々減っていき、毎年デビューする競争馬も数少なくなっていくため、 ミシックトライブのように結果がついてこないまま、渦漏れていく場合の方が多い。前述のエイシンサンデ d は、代替主母場としては、三脇サイレンスやエイシンテンダーを排出し実績を上げている。ディープインパクトの代替主母場である、オンファイヤ前全弟と、ブラックタイド、全2位はその恒例である。ディープインパクトは初年度2007年から、種付け量が1200万。 2016年は3000万と高額で G3 で3着が1回のみのオンファイアに代替需要が発生し、初年度2007年には153頭もの種付けを行った。しかし、その後浮世の風等の活躍場は出るものの全体として成績が悪く、2009年に種ボバ入りしたゼニアにブラックタイドに代替需要が奪われたこともあり、伸び悩んでいる。一方、 自身に重症実績のあるブラックタイドはファーストシーズンサイヤーランキングで1位となり北山ブラック等活躍場が多数出現した2015年には種付け数が194等に達し2009年に受体条件で50万だった種付け料が2016年には300万にまで高騰している単に高額な種付料やブックフルだけの問題ではなく馬鹿の 小さなディープインパクトを荒廃することに、リスクがある小型の繁殖品場向け需要も、代替している。カッコ内は2017年の順位、JRA のみの成績と代表3区。場名の表記については全てカタカナ表記にする場合も、あるが、ウィキペディアでは、日本で競争に走った馬並びに、日本に繁殖で輸入された馬は、カタカナ表記、それ以外の日本に輸入されていない。 競争馬は英語表記とする。このルールは以後検討課題である。また、ここでは日本に輸入された馬に対して、アスタリスクをつけている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。